帯広市役所からのお知らせです。はじめに児童手当の改正についてご案内します。次代を担う子どもの健やかな成長を支えるため、10月1日から児童手当の制度を拡充します。変更点は次の4点です。所得制限を撤廃、高校生年代まで支給期間を延長、第3子の手当額を月額3万円とする、支払い月を年3回から年6回とする。申請が必要と見込まれる方には帯広市より今月中に申請案内を送付しますので、案内文に記載している期日までに申請してください。なお、公務員の方は職場への申請となりますので、申請方法などは職場へ確認してください。また単身赴任等で帯広市に居住している場合、支給対象となる子どもがいても帯広市からの案内が届かない場合があります。10月になっても申請案内が届かない場合は、子ども課へ問い合わせください。詳しくは子ども課電話65-4160へ問い合わせください。続いて児童会館、川野さんからのお話です。帯広市児童会館は9月27日に開館60周年を迎えます。それに合わせた記念事業として、科学展示品や各種設備などのさまざまなリニューアルを行っています。まず最初に1階の食堂前バルコニーに新しい遊び場が誕生します。人工芝を引いた70平方メートルのスペースに、砂場や三輪車などの乗り物遊具、飲食ができるテーブルやベンチを設置して、屋外でありながら雨の日でも天候を気にせず遊ぶことができます。こちらの遊び場は9月21日土曜日午前11時から行いますお披露目セレモニー後から利用可能で、対象は幼児から小学生です。1週間後の9月28日土曜日には午後2時から行いますお披露目セレモニー後から、科学展示室の新しい展示品をご利用いただけます。空中ディスプレイという光に関する最新技術を用いた当館オリジナルの展示品で、空中に浮かぶ映像を指先で触れることで、迷路や塗り絵、星座ゲームなどのさまざまなコンテンツを楽しむことができます。このほか無料 Wi-Fi をご利用いただけるようになったほか、新しいエアホッケー台を導入しております。屋内遊び場ではエアコンを設置し、館内の洋式トイレの数も増えて、より快適にお過ごしいただけるようになりました。他にもさまざまな記念イベントを開催予定ですので、リニューアルした児童会館にぜひ遊びに来てください。詳しくは児童会館のホームページをご確認いただくか、帯広市児童会館電話番号 24-2434 までお問い合わせください。最後に物価高騰に対する給付金についてご案内します。帯広市は現在3つの給付金についての申請を受け付けています。物価高騰子育て支援給付金は、高校生までの児童がいる世帯に対し、児童1人につき8000円を支給します。価格高騰重点支援給付金は、今年度新たに個人住民税が非課税または均等割のみ課税世帯に対して10万円および児童1人につき5万円が加算されます。定額減税補足給付金は、所得税または個人住民税所得割課税者のうち、本人および税法上の扶養親族1人につき所得税3万円、住民税1万円が控除しきれないと見込まれる方に差額を支給します。申請が必要と見込まれる方に帯広市より申請案内を送付していますので、案内を確認の上申請してください。また市庁舎水道棟3階に帯広市給付金コールセンターと臨時窓口を設置しています。詳しくは帯広市のホームページをご覧いただくか、帯広市給付金コールセンター電話65-4233へ問い合わせください。帯広市役所からのお知らせでした。